はい、新橋の駅前 SL 広場 SL2 かな SL 映ってますSL 広場 SL 映ってっかな今10時23分、気温が8度10時23分気温が8度で寒いんですけど、今日土曜日なんですけど行かないといけないとこがあって、新橋の街に消えないといけないんだな。記者映してる、記者映ってる、映ってるって感じですけど、 C11 だったらいいわなと思います。なじゃあちょっと今から、怒られに行くんで、また今年も怒られるんですよ。だいたいこう怒られに行くのは新橋が多いかなっていう今日もまた怒られに行くんですけど、怒られるのは本当に新橋が多くてですね、嫌ですよ本当に。なんかもう陰気な街、陰気な街とは言わないですけど、サラリーマンの方多い。ただ今日は土曜日なんでそんなにいらっしゃらないかな。あのスーツの方少なめで、少なめっすよ。あでも勝谷さんの中入ってるな。ちょっといいですか。土日もみんな働いてるってことですよ。とにかくですね、GO ですよ GO。 このあと雨だか雪だかって、雨だか雪だかわかんないですけど降るんでしょ。やだね本当に。もう雪なんか降らないでほしいですけど、まあ行くしかないんで、じゃあ行って怒られてきます。カラス森口の方から、あ、じゃあ SL 広場から、今日は SL 広場から、何ビッグリッパー、ビッグリッパーパチンコ屋さんを通って、この雑居の方向に、雑居の方向にこう行った。何やってんだって思いますよ。はーい。あでもこっちの方があれですか、内幸町とかそっちの方ですよ。あやい、じゃあ行ってきますんで、この辺でカットですよ。ほらカレーもうやん、そんな感じですよ。そんな感じ、もうやんですよ。やん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 ですよ。はーい。飲食業の方はこれから仕込みでしょうね。まあね、あのですね、こう楽しそうにやっていくかもしれないですけどね、怒られるわけですから、あんまりね本当楽しくないんですよ。本当にね、楽しそうに見えるかもしれないですけどね、これから怒られるんですから、いや、あんまり楽しくないですよ、本当に。まったくね、もうやだわ、新橋、もう、本当毎年怒られてる気がしますよ。もうね、本当嫌だ。はい、いいですか、こういう風に結構しょんぼりして、傘を、こう、ここに、抱えつつ行くんですから。いやもう本当やだよ。時間調整中ですけど本当やだ。じゃあ行きます。はいはーい。